い、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日もマハジマンション兼コンビマンションやっていきたいと思います。さて本日はやりたいことがまずは2点ほど、あ、ちょっと待って、これ何やりかけだったかな。あ、これ多分落ちる前にロケットペンダント作ろうとして体力が足りなかったんだ、きっと体力が足りなくて多分中途半端に作ってしまった、そんな状況っぽい今日は何からやろうかな。あ、そうです、インベントリの拡張と、あと多分今日貯金箱がいけるかな。自分のあのカウントミスだったら申し訳ないけど、まずインベントリやっと拡張、何個目、31ぐらい、10、20の35、36か、2036だね、36スペース目。次3万か、大きいな。36ってことはもう、あと、待ってよ。14しか拡張できんか。でも1個拡張できるだけでも結構大きいもんね。じゃあ、どうしようかな。何を先にやろうか、やりたいことはあるんだけど何を先にやろうかでね迷ってる作業部屋先にやっちゃおうかな。モップはまだ届かんし、作業部屋かな。斧が、これ実はね、この手袋2つ左上にありますけど、これイベントのね、このガレージ美化計画の箱から出したやつですね。1個はもう1個は普通に樽型から出てきたやつ。というわけで作業部屋の方行きますか。古い窓を取り替える。なんだい？ほう。次も結構きついな、これ。これ最終的に多分ね、余るんだよね。この2種類あるじゃん。この作業部の貴重品の。貴重品のさ、すごい泡が出る貴重品のラインと、なんかカトラリーみたいなラインがあるんだけど、カトラリーを出すためにさ、泡だよねこれ。カトラリー一個も出んかったしね、致命的にも。街だね、全然出てこんかった。 かけらもお皿から出るんだけどさ、うん、1個しまっとくか。うん、うっかり合成が防げるで。よし、じゃあですね、これいくか。まあできなくてもいいけど、6、5ぐらいにしたい。なくなった。6、5になったな。
いけるかな、これ。欲が出てきたね。待って、6、5、4ぐらいまでいけるかな。あ、ちょっと、ちょっと。4。3。そろそろ危ないな。いけるか。よし、これで今日ちょっと収めてくるか。編み物で、よしよし。現場猫っぽい。うわ、これ 8？あとだな。ちょっとね、これもやろう。今さ、何回まで？青箱。前11回までだったけど、うん。10、8、9ぐらいにしとくか。1、2、3、4、5、6。189ぐらいしとこう。ちょっと危ない感じがするので調べれば出てくるかな。さすがに回数何回までか。待って、でもこれで合成しよう。あ、そうか、もう開けれるのか。で、今さ、9回タップした後だったけど、何回いけるっていう。1、2、3、4、5、6、7、8。9、10。11、12。13、14、15、16、17、18。やっぱりなんか先にタップした分だけ減ってるのかな。そんな感じだね。そして合成しまう。はい、なんかタイヤはあったね。これないよね。しまおう。うん、で何しようかな。あ、そうだ、貯金箱ね。多分あるはずなんだけど、4つ。あ、今日の買い物してない。あれ、あと2つあるんだけど、8個もなんか出して、4、5、6、7、
こんなもんじゃろ。もう一個なんかないかな。そろそろね、こっからね、何かドロップするはず。当てた。よし、じゃあ。あれ、あるはずだけど。あ、これちょっと惜しいな。こっち売ろう。あれ、貯金箱もう一個。ちょっと待ってね。今日のデイリー交換が、まあ、バールあたり交換しよっかって思って、バール作ろう。まあ、ついでにネジが出ればいいなというぐらいの感じで。貯金箱。ちょっとバールを先に作ろう。こう、ネジ狙いでね、ちょっと。ネジちょっと出にくいんだよね、やっぱ。よし。あと電球か。ちょっと待ってよ。急に出るやん。ちょっと待って、電球を収めてくる。これでいいな。家の中でも。なるほど。よ、3か、3、レベル3。ちょっと待って、バールを作る。バール。よし。ちゃう。まあこれかな。他はまあ余裕があったらこの辺交換してもいいかなぐらいだけど、今芍薬1本しかないからちょっと出にくいんだよね。よし。で、1回売るか。あ、売るかじゃない。また順番に見ていかないと。1、2、3、4。まだか？うん、何だそう。こんなもんか？じゃあこのバールを、バールじゃない、電池売りつつ。あれ？なかったっけ？いや、でもさっき買った貯金箱はあるはず。青箱は1個しかない。あー そっか、またね、ちょっと裏でやってた。ちゃう。すごい適当にやってた、これが。これやることで小銭増えてますんでね 小銭とね、レベルアップか。これやっぱね、裏で、ケイシー&スケイティとかあの辺のを繰り返しやってると、すごいレベルが上がりやすい。
売る売る。貯金箱来ちゃう。あ、ギリギリだったのかな。いや、もう残り体力1になったね。まあ、せっかくだから回復するかね。芍薬、ごめん、1本もなかったんだ。なんかあるつもりでいたけど、0本だった いつの間にか使ってしまっていたんだね。これなんだっけ？手袋。悩むな。出してから、あ、手袋だ。手袋いるタスクはない。ないので、収めるか、素直に。こっち。で、今シート2枚目なんでね。これどっちが出るかだよな。明らかにね、ちょっとこっちの方がきついかな。なぜ袋4枚いりますからね。さあ、じゃあ貯金箱行こっか。えい。1。もう切れたから使う。2、3、4、5。5を6、7、8。9、10。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、1、32、33、34、35、36。おいしいな。36、37、38、39、40と。41、42、43。44、45、46、47、48、49。50、51、52、53、そうそう、終わりか。54、55。56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70。いいね
ダイヤもちょうどいい感じだったからね 嬉しいね。結構集まったのかな？ 120 ぐらいは集まったっぽいな、ダイヤが。まあ残りは次回っすね。よし。あ、また8日後って感じだね じゃあ、ちょっと銀箱も回収したところでも体力はめちゃくちゃ減ったけどね、170ぐらい減ったか。じゃあこの、どれやろうか迷うとこだけど。ガレージ美化のために手袋を出していくか、それかこれだな。半端。まあ、とりあえずこれを回収しとこう。100約1本は欲しいな。ちょっと苦しい時は売っちゃうけどさ、スペース的に。これ出して。これを収め、できることはある。ちょっと待ってよ。左から使ってるってことをちょっと覚えとかないと まずハンマーだっけ？うん。売る。やばい、芍薬が邪魔だ。すぐ邪魔になる。いかん、いかん、いかん。時の経つのが早い。あと椅子ね。どうしよう、あんなになんか余裕ぶってたスペースが全然ない。なぜだ。体力もない。手使うか。1個空いたし。あ、これ1段階目でよかったか。ソファーに腰掛けて、一人静かに。便器かな。便器箱からね、このレベル1は出ないんですよ。出ないですよ。とりあえず着々を売ろう。どうしようかな。今ね、今ロッカーからのものしかいらない そんな状況。メインタスクがね、あ、切れるのが早い。
よいしょよいしょ。しりとりはいけないんだよね、残りの体力では。あれ、なんかスペース余裕だぜって思ってたのにな。おかしいな。あれで。まあ、編み物ではちょっと厳しいのかな。ガレージ美化。まあ、手袋を求めてかなとは。どうだ。まだいけるか。あ、もうそろそろ限界が気がする。あ、意外とまだいける。うわー うわー うわーって感じだ、これは まあ今ネジいらないしな。ネジ売るかな社内 1個は売るか。インベントリー開けた、確証したはずなのか、はずなのに、なんでこんなに苦しいんだろう。よいしょ。で、まあ、せっかく体力回復したことなので、ちょっと手袋狙いで行きましょう。ここ、あ、出た。よし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 。わかってるじゃないか。イエーイ。そしたら、残しといた甲斐がありましたよ、こちら。ちょっと待ってね。美化計画の箱、えい。これしか出ないはずですからね。というわけで、全面コンプリート。次3枚目ですね。3枚目も、ちょっとクリアできないかもですが、まあやっていくか。箱ももらえるしね。で、これは OK。これもいける。まあ、石鹸も収めちゃっていいかな。どの列から行こうか 一番上から行くか。でもこれもいいよ。あとは熊手2つ、芍薬2つ、芍薬の作りかけ3つ。早いのは花瓶かな。これが2つ。OK。 これ芍薬はもう町だから、もうこれはちょっと裏でやっとくかもしれない。じゃあ手袋狙いでもいけると思うし、まず熊手を作ろう。熊手をこうだな。
熊手を作ろう。うん。先にね、熊手を押さえておきたい。熊手の方がスペース絶対使うもんね。熊手2つだよね、しかも。まあ、今のこのレベル9の我にかかればですよ。あ、でかいこと言ってますけどね。熊でできた。もう一個作っとかんとね。うっかり合成怖いから、一個熊で収めてこよう。熊でもう一個、スコップというかシャベルが一個。よし、あとシャベル。意外と今日手袋が出にくいかも。出なかったね。じゃあ、クマで、スコップというかシャベルというか。あとは、全部、ロッカーなんだよ。かオートドロップ、あ、これ忘れてた。これ作っとこうか。芍薬のオートドロップ待ちだね。いや、ここで芍薬ってくるとはちょっと思ってなかった。いや、でもタンスのもう製造を気にしなくていいのは助かるな。あ、残り時間微妙。回復するほどじゃない気がするな。だってロッカー使えないし、もう。ちょっと待ってよ。スプレー。霧吹きスプレーロッカーから液体洗剤ロッカーからラバーカップロッカーから 石鹸もロッカーから真ん中の強力洗剤だっけ、柔軟剤か、柔軟剤もロッカーからちりとりほうきもロッカーからって ロッカーから多すぎ問題だよ あ、でもあれか、美化計画だからってことかな。まあ、それならわかる。もうなかったっけ、体力箱。じゃ、ちょっと今日はここまでにしとこうか。もうなんか割といい時間になってしまった。次回までには、これは無理かな。なんかレベル5、6ぐらいまでは作れておきそうだけど、6ギリ7ぐらいいけたら。で、ペンキ缶はね、ペンキ缶っていうかもう、タスクが、メインタスクの方が、道具箱使うタスクが一個もないんですよ。ちょっと後回しかな。で、こっちが、まあ、とにかく現状やらなきゃいけないのが、全部ロッカーかな。ほうきはロッカーから、モップもバケツもロッカーから、タイルだけは、
花瓶を壊しつつ作りますけども それぐらいかな。よし、じゃあ今回はここまでにしておこうかな。芍薬はもうオートドロップで出た花からもう作っていくので、明日これが 完成する直前ぐらいまでになってると嬉しいけど、手袋がもうひょっとしてがっつり残ってるかもしれないね。この編み物デーのさ、タスク結構きつくない？これがさ、毛糸玉すごい、割と初期の段階からさ、レベル6とかが請求されてさ、そこで止まるじゃんっていう 結構厳しいね、今回のはね。よし、では、ここまでにしておこう。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。では、失礼します。